どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドゥです。今回もいけないのとりあえず前回の続きから遊んでいきたいと思います。それではステージ38、扉を開けて、だって、あ、もうピッキングかな。シンプルにピッキングこそまあ王道というか、鍵付きのね、金え、お、彼の秘密は、だって、いや見たところできる銀行マンみたいなね。え、待って、秘密っていうかさ、いやもうすでに持ってるじゃん。なんで隠せてんの、この拳銃を。あなたは今化け物だ。できる銀行マンに見せかけたできる銀行強盗ってこと。お、逃げ切って、だってサングラスかな。覆面じゃ余計怪しいもんね。やっぱりサングラス一筋。これで完璧よ、だって。いや、あんな目の前にいて逃げられる警察官あるやん。もう逃走中のハンターと変わんないよ、お前の敵。お、来た。話題になった理由は、だって、こういうの大体はね、まず顔から、おっと、おっと、落ち着け俺。顔から見るべきだと思ったけど、なんか顔がとんでもなかったぞ今。話題になった理由、いや違う違う、これあれだ、ヤブ医者の表情してるな。ってことはまず何か隠されてるはず。怪しいところを見せなさい。さあ、まさかこの注射か、この注射に何かあれが、え、でも緑色の液体ってだけだな。え、でもこれがどう話題になったの。話題になる要素なくない、ヤブ医者がってならん。あー、危ない危ない、薬だ。お、寝たい、だって、あ、出た、定番の落書きでしょ。もうね、これやるからみんな、俺もやったことある。いや、これで寝れるんだったら俺絶対書くもん、目に。お、ブランド大好きおばさんの秘密、だって、ブランドものじゃないんでしょどうせ。ほら見て、フェイクって書いてあるもん。偽物だ、本物に見えるでしょ、だって怖っ。継ぎはぎじゃん、しかも暖かくして、はいはいはい、火でもうね、あれですよ、塩茹でにしちゃうぐらい熱くしてあげるから。拷問されてるじゃんお前。気をつけろお前、多分誰かに命狙われてるわ。お、加工なしでも可愛いね、だって。嘘つくな、加工して。いやいや待って、どういうこと。おたふくか、おたふくか、親知らず抜いてるってことか。なるほどね。あ、違うわ、単純に太ってただけだ。お、マスクが欲しい。ありすぎだろ、マスク、フェイスマスクと能面と謎のマスク。いや、これ気になる、謎のマスクでいこう。じゃあこの能面、フェイスマスクなわけない。じゃあこのフェイスマスク、なんで、どういう状況、なんでお前今フェイスマスク欲しくなったん。これじゃない、肌はツヤツヤだけど、これでもないんかい。じゃあ3つ全部不正解じゃ。お、綺麗なお姉さんの秘密だって。いやー、いいの暴いちゃって、知らない方が幸せってこともあるよ。とりあえずまずこの上半身には何もない。ってことはこの顔か、夢だ。そう、これは幻だ。そんな現実は俺は認め。夕方になるとどうしてもね、内緒だけどまだついてるの4。これはどっちだ、毛深い女性なのか女装した男なのか分かんなくなってきた。くっそ、どういう状況、お前何してん、正体。水だろどうせ、水をかければ全て解決、泥汚れってことだ。おじいだ。ヒーローだったんだ。お、職場のイケメンくんの秘密って、イケメンの秘密なんてどうでもいい、どうせハゲてるとかで。なんかごめんな、ハゲ家系なんだよな。それはしょうがない、だって遺伝だもの。来ました、ステージ50、出してよババー。任せなさい、あなたを今すぐ救ってみせる。俺出たらどうすんだろう、パパ半殺しにされるとかかな。行きます。え、待って、今半殺しとかじゃなかったよね。半殺しじゃなかったわ、全殺しだったわ。おしゃれな彼女の秘密は、だって、じゃあこれを最後にしようかな今回。おしゃれな彼女の秘密、別にない。あら、かわいい。お気に入りのパンツ、見えないからいいじゃない。確かにね、何も問題ないわ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。